ゼレンスキー閣下の演説です。Вельмишановний пане Хосода, вельмишановна пані Санто, пане прем'єр-міністр, 参議院議長、岸田総理大臣、шановні члени 日本国会議員の皆様、日本国民の皆様、для мене本日は私がウクライナ大統領として史上初めて外国国家元首としまして直接皆様に対しましてお話しできることを光栄に存じます。今と同じようにウクライナと一緒にいらっしゃることを期待しています。ありがとうございます。ウクライナに栄光あれ、日本に栄光あれ。では三島明子の応答です。参議院議長の三島明子です。胸の痛む思いでいっぱいです。ウクライナでは罪のない人々が苦しみ、子どもたちをさえ標的にする蛮行を目にし、激しい憤りを感じてやみません。そうした中、閣下が先頭に立ち、また帰国の人々が命をも顧みず祖国のために戦っている姿を拝見して、その勇気に感動しております。ゼレンスキー閣下、そして親愛なる日本の国会議員の皆様、共に頑張ってまいりましょう。今日は常念司が来ています。どうぞ。話ですけど、三島参院議長のね演説も本当に素晴らしかったです。はい、2年前にやったね、あのゼレンスキー大統領、今日ね、お話しいただいてね、本当にもうもう、感動したというね、そういうまあところから入りね、まあ今回のそのウクライナの抵抗、まあ、日本から見ててね、心から応援すると、ね。で、皆さんが戦ってね、この自由を守ること、本当に大事なことだというね、応援の熱いメッセージをね、この三島さんがね、後で言われて、もう本当にね、聞いててね、俺もう目頭熱くなるような思いでしたね。いました。まあそんなね、日本ですけれども、まあこれからね、いろんなまあ援助を、ウクライナにしていきますが、私はですね、まあここで一つ提案したいのはね、ぜひね、軍用トラックを出しましょう。うん。軍用トラック出していいと思います。はい。まあ、武器を直接出すのはいろいろね、抵抗があると思うんで、本当はね、対戦車砲とか出してほしいですけど、まあ、いろいろ問題あるの。まあ、だってほら、ロシアとももう仲悪いの決まったし、北方領土だって返さないよって、まあ、もともと返す気なかったんですけど、返さないよとか舐めたこと言ってきたんで、もういいじゃないですか。軍用トラックを送る。충실한